はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、ビールです。朝日のスーパードライのギフト限定版です。濃厚熟成仕立て。濃密で重厚な味わい。アルコール度数がなんと 6.5%。6.5%。すげえ。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。濃厚熟成仕立て、長期二段熟成となってます。まあ、こちらはね、ギフト限定って書いてあったんですけど、普通にイオンに、売ってましたんで、普通に売ってたんで、普通にっていうかなんか、箱のね、6缶パックみたいなのがあって、それに6缶セットで売ってましたんで、買いました。6缶セットって言ってもね、これが2缶。この白のこれが2缶と、あと紫のやつも2缶。で、あと普通の金色のやつが2缶の、全部でまあ6缶。で、イオンで売ってました。結構ね、イオンはね、新商品がね、結構、あるんで。いいです。個人的に。あとお気に入りのね、まあ、ウイスキーとかだと、グラスとかが結構、グラス付きのやつがあったりするんで、他の店だとなかなか置いてないんだよね、グラス付きってね。じゃあ、乾杯。これあれだわ。あ、これ恵比寿に近い。なんかまた2連続だけど。あれこれ前回も言ってなかったっけ。恵比寿に近い。これ。なんだっけ、昨日飲んだやつ。あれもね、恵比寿に近かったけど、あれはね、恵比寿に、なんか、プラス甘い感じの甘かったんですけど、これは普通に、甘くはない。甘くはないんだけど、そこまで苦くもないから、恵比寿に比べると苦くない。苦味が抑えられた恵比寿みたいな感じ。果たしてそれはエビスと呼べるのか。まあでも美味しいです、これは。普通に。多分エビスの方が、多分苦味は強いでしょうね。エビスあれかなり苦めの部類だからね。ドライプレミアムと。ちょっとすっきりしてるかな。ドライプレミアム。商品情報。ドライプレミアム。あれ？この白いやつないぞ。あれ？乗ってない。あれ？あ、なんだ？お、なんだこれ？朝日ザ・ドリーム。これ、いつ発売？もう発売してんのこれ。究極のコク切れを実現し、グッとくる爽快のうまさが特徴の本格生ビール。3月の23日新発売だって。なんかあんまり期待できないような気がするけども。
あれおかしいな。公式サイトに載ってねえぞ。この白の。おかしい。おかしい。ドライプレミアムのギフト。ギフト限定。あれ？ああ。ウィンターギフト。もうなんかドライプレミアムシリーズもいろいろ飲んだから、どれ飲んでんねんのかようわかんねえんだよね。やっぱあれだな、商品情報ないね。なんだこれ。なんかたまにあるよね。なんか、戻るをクリックしても、戻るボタンクリックしてもなんか、戻らないで、2回連続で押さないと戻らないみたいな。のありますよ。あ、やっぱねえな。ああ。やっぱねえな。限定商品。ないですね。これか。お歳暮専用の六本ギフトセットなどがあります。俺これ買ったんだ。この、ドライプレミアムの3種類の六本セット。そうか、お歳暮限定？お歳暮専用のギフト。あ、これか。はい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 。お歳暮ね。もういつがお歳暮だかよくわかってないんだけど。あれ、お歳暮って何なんだっけ？はい。お歳暮って何月？あれ、8月ぐらい。8月ぐらいじゃん。違う。わかんねえんだけど。普通にわかんねえんだ。やっぱないですね。公式サイトにはないみたいです。説明がね。ちょっとそれもおかしな話ですけど。なんかおかしい。ダメだこれ。ない。ドライプレミアムもな、別に。大して、なんか、大したもんでもねえんだよな。実際のところ、言っちゃうと。あ、そうだそうだ。最近仕入れた情報によるとですね、関係ない話なんですが、サントリーの、黒角瓶であると思うんですが、あちら、黒角瓶がですね、あれこれ言ったっけ？
黒学院が終盤になるという情報をね、2チャンネルで入手しましてですね。まあ、ということなんで、俺黒学院大好きだったんで、残念ながら、亡くなるという可能性が出てきました。下手したら亡くなるんちゃうかな、と。っていう感じなんですよね。多分亡くなるっていう情報しかないんですけど、今のところ。どうなんでしょうか。俺もわからない。黒革命はね、革命の中で一番うまいんですけど、っていうか、ハイボール要因なんですよね。黒革命。ハイボールで飲むと、非常にうまい。俺がハイボールで勧めるウイスキーのベスト3ぐらいに入る。うまい。うまいっていうか、ストレートで飲むとまずいけど、実にハイボールにすると、実にうまい。ね。ウイスキー。なんですが、黒。下手するとなくなるという、収賄とかで、なくなるという可能性が、出てきて、おります。まあ別になくならないんだったらなくならないでいいんですけど。なくならないならいいんですけどね。ただし2016年4月から値上げということなんですよ。各便がね。値上げすると。いうことなんで。まあ。これが、まあなんか言った気がするけど、何年ぶり？二十何年ぶりだって。各便が、1590円に値上げ。12.4% 値上げ。となってます。その他もろもろ、オールド、ローヤル、スペシャルリザーブ、響き、ジムビーム、メーカーズマーク、マッカラン18年、バランタイン21年。すべてにおいて、10% 以上、25%、下手したら 25%、響きが、なんと5000、1000円上がるっちゅう。25% 上がる。わけわかんない。これですね。サントリーウイスキー、角瓶と白角がリニューアル新発売って書いてあるんですけど、これですね。黒革命はどうなったんだっていう。黒革命じゃない普通の企画と白革がですね、リニューアルするらしい。ってか書いてあるんですけど。4月の5日から全国で新発売するらしいんですよ。ね？じゃあ黒革はって。これは下手すると結局これ以降は黒革がもう販売しないんじゃないかっていう。可能性があります。これは非常に大問題です。もう、企画プラス白角なんでもいらないんですよ。はっきり言って。まずい。特に白角瓶は全くもってまずいんで、いらない。いらないんで、これもいらないから、ね、黒角だけ残しといてって、いう話なんですけど、残念ながら、なぜか黒革命にはリニューアル新発売しないということ。ということはやっぱり、下手したらそのまま発売、新発売しないからなんか、えって。これおかしいよね、本当に。なんで黒革命だけリニューアルしないの？って。で、しかも見るところによると、ご好評いただいてる味わいはそのままに。角瓶が持つ品質の良さを一層感じられるパッケージにデザインリニューアルして、新発売するって書いてあるんですけど、ってことは結局のところこれデザインしか変わんないってことですよね。
ということは、なぜ黒角だけデザインを変化させないのか。それは終売なんではないか、ということなんですよね。だって、白角も黒角も規格も全部デザイン一緒でしょ？それなんだったらデザインだけ変えて味わい変えないんだったら全部当然リニューアルしたら全部リニューアルするはずじゃん。これ本当にやっぱりね、本当に黒角瓶が本当にあれなんではないか、終売なんではないかと思われるんですよね。怪しいですよね。うん。いや本当にこれは怪しい、怪しいどころかほぼ確定的なんじゃないかと思いますね。どうなってんの？わけわかんない。もう黒角瓶なくなったら、角瓶俺多分飲まねえんじゃねえかな。プレミアム角瓶も俺飲んだよね。飲んだけど、普通に別に大したことなかったんですよ。大してうまくもなかったんで。断然黒角瓶の方がうまい。まあ唯一、あれは美味しかったよ。あの、角瓶の、なんだ。復刻版？復刻版度数43度の 450ml って高いんですけど。高いんですが、これめちゃくちゃうまかったから。異常なほどのこれだけね、異常にうまいんだよ。プレミアム角瓶なんか目じゃないレベルのうまさだったんで。だから多分、まあ、黒角瓶がね、終売になるんではないか、ということなんで、まあ、多分ですけど、暫定ですが、まあ、お葬式ね、いつも通り、チーンって、俺の、ね、お気に入りの銘柄がまた一つなくなるんではないか、ということなんですけど。なんで、まあ、残念ながら、本当あれだな。近年、やけになんか、俺のお気に入りの銘柄がどんどん減ってくね。何なのか、一体。富士山麓も消え、日華ウイスキーの、あれも、白、じゃピュアモルトとかウイスキーの、いろいろ消えまくりの。はぁなんですけど、マジで。本当に勘弁してくれよ。本当に勘弁して。マジで。どうなったの？もう完全にスコッチに移行しろっていう話なんですか。もうジャパニーズウイスキーはもう諦めろと。もうスコッチウイスキーにしろと。ね、角瓶もね、あれ、もう、ハイボール要因は、もう角瓶じゃなくて、もうスコッチにしろと。もうハイボールも、でもね、もう、やめとけと。スコッチにしろ。っていうことなんですか。はい、ということで、4344です。ご視聴ありがとうございました。